どうやらマーガレットって子が何か知ってそうね。いじめられてたみたいだし、なんか嫌な予感がする。スレイさん、宿で休みませんか？そうだね。宿屋がマーガレットの家みたいだし。廃山兵狩りって前にあった子供たちだよ。知らせましょう。正規軍に追われたらひとたまりもありませんわ。だから足洗えって言ったのに。マルキリー、マルトラン。おじさんってマルトランと知り合い？話したところでどうせ信じない。スレイって言います。この人同志なんだ。同志？確かに不思議な気配を感じるが。この方はわずかに霊能力を持っているようですわね。いや、それでもやはりこれまで誰も信じてくれなかったんだ。信じてもらえないの辛いよね。わかるよ俺。けど話を聞いて信じてくれる人もいるから俺救われてるんだ。どうし、聞かせて、おじいさんの話。十数年前、私はローランスの騎士としてハイランドとの戦いに参加した。そこでぶつかったのだ、青きバルキリーの有名を馳せるマルトランと。我が部隊はあの女一人に壊滅させられた。あっという間にな。私は恥も外聞もなく逃げ出した。ただ命が惜しくて必死に逃げながら、ふと振り返るとマルトランは化け物たちに襲われていたんだ。ハイランド軍の鎧を着たトカゲの化け物に。氷魔？私は確かに見た。マルトランが化け物たちに倒されるのだが、あいつは今も生きている。信じるよ俺は。ありがとう。さすが本物の同志だね。でしょ。これをどうかこれからも救ってやってくれ、私のような人間。わかった、ありがとう。
マーガレットの手がかり特にないね。嫌な話はそこら中で聞けるが、もしかしてサインド、マーガレットと知り合いだったんじゃないかな。つまりマーガレットさんは天族と話ができるほどの霊能力があったのではと。ああ、二人は友達だったのかもしれないけど。何かがあった。うん、これはゼガヒにもマーガレットと会って話すべきだ。小さい子がそう遠くまで行けるはずないしさ。明日は町の近くを探してみよう。姫ソドだ。こいつが殺人事件の犯人か。やれ、エース治療の剣発動。明日まで使ってツインフロー。長くの新境界に行くのに。あれ、なんか弱い。狼の化け物。お神さんも霊能力が。しまった。言ってる場合か。押すいる。しかも仲間を食べてるのか。ロータさん、巨人たちけ雷アイバッシュガー勝てたテロンは大変だ。大丈夫かみんな。アクアサーブやるな。俺と私らの前に敵はない。こいつもルーガルーか。この者は兵馬ブリードウルフ。獣が変化した兵馬ですわ。動きは素早いけどその後の隙は大きい。ボタンブレイク。ヘッタレ気を潰せ。スイちゃん消しんよ。いつつまり火はあれくる。雷くる。いけ。ブームは消えない。治療レイナだ。中高レイナ。ブレイはライナグル。耐えろ。ナイロンブレイク。こういうサポートお願い。ターニングエゴー。軽い種の神経インカーアダ。攻撃力が高い。防御を受け取るな。青の4連爽快の8連。全てを狩る。今こそ好機。進化かけろ。攻撃始め。高級の12連種の神経おゆる熱陣。頂点熱戦アローレイン。フリス立つは全員青の4連毎日高級の中輪おゆる熱陣。立つは帝国焼き切る一点突破はゆる連動。実を使う重心はわずかです。王子で焼き切る放送で演武熱戦一人の対比行くぞ。立ち食れ熱波扇風陣進行スタンプラッサビ大ラッシュスラッシュ。どういうことだこれは。マーガレット、私がわかるの。お母さんもおまけって言ったのに。
わかるよ、お化けなんかじゃないって。ううん、お化けになっちゃったの。私もワックもいっぱい怒ったから、ワックはすごく怖いお化けになって町の人たち殺しちゃった。私怖くなってお母さんに助けてって言いに行ったんだけど、お母さんは大丈夫、すぐに迎えに来てくれるよ。本当？よかった。サインドさん、氷魔の気配を感じてきたんです。なぜか懐かしい感じがしたから。サインドの声が聞こえる。バック、金のとこ行こう。サインドが待ってるよ。マーガレット、私が逃げなければこんなことには。サインド、マーガレットはただ聖堂に天族はいないと言っただけなの。その発言がいじめへとつながった。そう、国同士の対立が激しくなる中で、教会は信徒の統制を強めていきました。彼らは価値観を違える者に対し強硬に反発するようになったのです。たとえ子供のザレ事であっても。それで町を出たのね。人間に愛想を尽かして。どうしすれ、私にもう一度あの町を加護させてもらえませんか。頼みたいけど、あの町はまだ。それでもやる気なんだよね。はい、友達を嘘つきにしたくないから。霊能力があるのはいいことだって思ってたけど、そうとは限らないのかな。見えるようになる前と後じゃ全然違う世界だもん。人によっちゃ悪い方に転がることもありそう。要はそいつや周りの捉え方次第だ。それぞれの価値観ってとこね。ですが価値観の相違は争いの呼び水でもあります。それぞれ違う世界を生きている。人と天族の共生が難しい大きな理由だな。同志と人もだよな。大切なのは他の人の価値観を認められる心ですわ。そうそう、どうやっても同じ人間にはなれないし、何より今回のは霊能力関係ないっしょ。いじめた連中が悪い。試練の遺跡どこなんだ。一回確かめてみたら？アジトの壁画で。マルトランってローランスにもその名が響いてるんだな。そんだけの武功を立ててるってこと。何よりあの人目立つじゃない。まあね、師弟ともども目立ちすぎあの二人似てるからな。え、
アリーシャとマルトランが？僕たちは真逆だと感じていたが。二人とも王宮でちょくちょく見たけどさ、なんていうか、どっちも余裕ないっていうか、必死すぎっていうか。確かに。でしょ？してらってして納得って感じ。可愛さ余って憎さ100倍。え、なんで？頭によぎっただけ。理由なんてないわ。マルトランが氷魔化した味方に襲われていた。先行が嫉妬されたのか。人は敵以上に秀でた味方をも憎悪するものですわ。戦争で士官が命を落とす理由の一つだね。たまったものじゃないな。けどマルトランって生きているのよね。何があったんだろう。武器を持ったら油断はするな。こがっ自由を畳みかけろ。杖を棒術としても使う天族は珍しい。スレイの剣の稽古相手をしてるうちにね。リーチの長さを埋めるのが理由。そんな理由じゃない。セノ関係ない。みんな我が火は果てる前に収蔵ライダーバーンストレース。我が火は果てる自由を得たい。収蔵ライダー来て消す。おとなしく眠ってくれ。これから立ちぐれ無へと来すべし。果てては真空に火を解くべし。だからよく色と火を解く。終わった終わった。行くぞミク。いや、赤を抜く。あるべき姿を持つ。アンデンプール。キャレー一戦。ラファミア。無双。これから。は。足を下す。怪人が。無影将。無駄れ。まだいるぞ。二人。さあ、決着。これから。四を打つ。魔を断ち切る。甘く見ないことだね。行くぞミクリオ。白き水を燃やす。やめろ。原神ゴール。やめろ。炎よ燃え上がれ。やるやる。甘く言うて負けやがれ。しかしこんなに氷魔がいるなんてね。さて始めようか。そうだ。爆炎剣。神は総合なる勝者。爆炎剣。やれよ。熱波の風神。あるべき姿へ戻れ。マインドスレイブ。我が火は狂おす。純人間たくさん語りかけろ。火は荒れている。ルフォー。皆さん怪我はありませんか。気合と動機
エース上層だ。貴様、ここから相手なのか。生半可な覚悟じゃ勝てない。おわけら逃げな。威力は高いものの決して勝てない相手ではありません。ワームより回避も威力を当てる自信があるかしら。無理しないで。炎よ燃え上がれ。真剣で熱さに何なる攻防なる。やっつける。攻撃力が高い。御限解放。防御を受け取るな。一定期だ。グレンは周りで過信しない。マイチー、全てを貫け。かけろ。神秘解放。一度お下がりください。蒼天烈線アユアロイ。狙い撃つ。太刀地三寸高級の十二連構え。青の四連過信しない。貫き技よ。早急の注入させるか。占いをしましょう。紙を1枚選んでください。私は占いなんて信じない。って言いそうな。ロゼさん現実主義ですもんね。いや、直接本人に聞こうよ。結構信じるし。武器を持ったら油断はするな。敵の写真私の炎で。マインドプレイチーム連打弾発射まで。せいシンクを落ちて。いや、果ててはこれでしょ。白炎剣射影一閃熱の旋風陣よく炎よ。雷は雷に決まる。よし、僕も待ってられない。いいな。熱気を押し上げて。剣の木は治癒レンガ弾。早くに神様になって。あらゆ姿へ戻れ。マインド。はい、終わりです。これくらいなんてことないよ。ロゼさん、モグラ隊員。やらん。勝ち切れ。無双だ。このようにしない。みんな大丈夫か。スレイ、準備はできてるよ。恐ろしい戦い方ね。俺はお前の方が恐ろしく見える。ロゼさん、